プライドを捨てれば何でもできるっていうこと。まあ3ヶ月で13キロすごーい。お医者様からも減量するようにって言われていたんだけどできなかった。生涯最後のダイエットを提唱している踊るバービーです。で今日はですね、私がダイエットに対して一番言いたいこと、どうやったらダイエット成功できるかっていう、それをお伝えしたいと思います。それはプライドを捨てれば何でもできるっていうこと。今日お伝えさせていただく方もね、プライドなんてもう横に置く以上にどっか行っちゃって、本当に健康になりたくて取り組まれた方をご紹介したいと思います。まあ3ヶ月で13キロすごーい。13キロですよ。軽く5キロのお米を3つ分弱おろしたってことになります。体脂肪も 12.3% 減りました。ダイエットで体重は減るけども体脂肪なかなか減りませんっていう人結構多いと思うんですけど、この体脂肪率をどれだけ減らせるかっていうのは結果としてこの外見に現れることなので重要なことですよね。この方のお悩みはとにかく腰痛がひどくて、立って歩くことも5分程度しかできなかった。それで悩んでいて、お医者様からも減量するようにって言われていたんだけどなかなかできなかった。健康診断数値、血圧も高いでしょうし、コレステロールも高い、脂肪肝もある、膝も腰も痛くて通院をしている、立って5分ぐらいしか歩けないって、はっきり言ってどこにでも行けないっていう危機感すごくあると思いますね。だけどね、旅行に行って家族と楽しみたいとか、いろんな未来に対する、こうなったらいいな、ああなったらいいなっていうのをたくさん持ってる方だったんですよ。なのでその力が、もう絶対に自分を変えたいっていう力が出てきたんだと思うんですけどね。で、食べ癖はムラ食いがある、朝食を抜きがち、昼食も抜くことがある。私これ読んだ時に、抜いてるのになんで太るのか、1食も2食も抜いてるんですよ。毎回ではないですけど抜くことがあるのになんで痩せないのか、この方だけが抱えているストレスがあったんですよ。そのストレスで食べちゃっていたんですよね。でこのまま行くとですね、膝なども痛いから動けなくなってしまう。まあ動けなくなるのは本当に辛い話です。で、お若いんですよ。55歳前の方なので。で、今までも何回も何回もやっぱりダイエットをしてきたんだけど、リバウンドしてきた。10年前は糖質制限ダイエットをやって、15キロ痩せたけど、私ってよく頑張ったってご褒美のつもりで何か食べてたら、以前の食事に戻っちゃって、やっぱりリバウンドも早かったっていうことでした。もったいないな。15キロも痩せて、それでリバウンドだからまた元に戻るわけですよね。リバウンドの怖さっていうのは、とにかく筋肉を落として体脂肪がどん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 増えていく、その怖さですよね。だからそれをどうにかしたいと思ったわけです。で、どういう風になりたいかったら、やっぱりね、夢はいっぱいあるので、軽くなったらね、今以上に旅行も楽しんでいると思うとか、たくさんね、着たい服、もう今までは着れてなかったけど、そういうのも着たいとか、褒められたいっていうのもあるでしょうし、ご主人からね、よく頑張ったねって言われたいっていうこともおっしゃっていますし、どこに行っても人の目を気にしなくていいようになりたいとか、そういう誰でも思うことをこの方もやっぱり、思っていたわけです。まあそうですね、お孫さんもいらっしゃるので、孫と一緒に遊びたいとかね、遊ぶんだったらやっぱり足腰強くないと遊べないので、でその健康に行き着いてしまうわけです。で、この方はですね、どういうふうに変わったかっていうと、以前は朝起きたら胃の調子が悪かったので、胃薬を毎日飲んでたんですって。それがなくなった。そう、お腹が空いて、空いたらね、ぐったりしてたんだけど、それもなくなったと。
そのぐったりするのを克服するのにどのくらいかかったんですかって聞いたら2週間かかったっておっしゃってました。大体の人は1週間ぐらいでぐったりするっていうのはなくなりましたっていうのは伝えていただくんですけど、私はなんと3週間もかかったんです。なんでかちょっと我慢ができなくて途中で食べたりして、やっぱりね、自分一人っていうのは自分に嘘つけるからね、やっちゃうわけですよ。そうやって1週間で本当に体質改善ができるものを長引かせるっていうことはありがちなことですよね。この方は2週間かかった。だから1食抜いたり何食抜いたり時間を空けたら、そういうの私には向いてないんですっていう人いるでしょう。それ向いてないんじゃないんです。あなたの食べ方が悪かって、そういう体質に自らしてしまったんですよっていうことなんですよ。だから体質改善をして、そういうのを直していくのがいいんですっていうことを私はお伝えしてるんですけど、人間ね、そんな1食や2食食べなくてヘロヘロになったり、まあ、ともすればどうにかなるなんて、病院に運ばれるなんていうことは、基本的にないのが普通なんですよ。そんなにやわにはできてない、人間は。強くできてるんです。大丈夫です。今までどうして痩せなかったんですか？何が原因だったんですか？って聞いたら、やっぱり食べ過ぎてました。自分自身を甘やかしすぎていました。でもね、私ね、甘やかしていたのかなーってちょっとね、疑問も思うんです。そればっかりじゃなく、ストレスがかかってくるとね、それを人間は解消したくて、食べてストレスを解消しようって思うんですよ。だから、この方に限ったことではない。で、そうやって食べて、またお腹空いて、また食べて、ああ、私って本当にダメなのねって言って、ストレスが溜まって、また食べてと、どんどん広がっていくっていうのが重大な問題です。